レースは残り2周3周目1コーナーいっています。児玉が4番手、7番佐藤、さあ果たしてついていけるか。3周目2コーナーからバック、前は2番も落とすなです。篠崎が2番手、5番飯塚が3番手、打者を迎えます。さあ4番手車間を切っては6番児玉、これは一気に来そう。3番の黒小路が6番手からすくって3番手2番手すくって、ここで4コーナーから叩きます。児玉が発進、7番佐藤井川ついて、今度は2番手から篠崎も共に上げて叩きました。児玉葵が地元ホームを先行しました。後ろ1番は篠崎マスミ、追った5番飯塚智子、2番手離れまして1番篠崎、3番手ツイスト5番飯塚、4番手遅れまして元砂と佐藤以下が並んで3コーナーから2センター。さあ後続をちぎった小玉葵、やはりこれは足を撃、なんとか食い下がるか篠崎、その力は5番の飯塚です。小玉葵圧勝です。篠崎が続きまして5番飯塚智子、ホームから叩きました小玉がこれは順当勝ち。付け替えた篠崎も遅れまして追走2着、篠崎マークでした飯塚が3着。ゴール体制は児玉葵が今年になってこれで7連勝です。篠崎が追走、どうやら1番人気5番の飯塚が3着通過。予選1第7レース決定まではしばらくお待ちください。